こんにちは研修とワンオンワン面談で組織を強くする株式会社ビスラボの餅月周一郎です今日のテーマはしっぺ返し戦略人間関係や仕事に役立つ戦略ですしっぺ返し戦略とはゲーム理論の囚人のジレンマに基づく戦略でアメリカの政治学者ロバートアクセルロッドによって提唱されましたこれはめちゃくちゃ簡単だけど とても効果の高い人生に役立つ戦略です参考文献はロバート・アクセル・ロッドの付き合い方の科学ですしっぺ返し戦略の基本 しっぺ返し戦略は非常にシンプルです最初は協力しその後は相手の前回の行動をそのまま模倣します相手が協力すればこちらも協力し相手が裏切ればこちらも裏切るという戦略ですここで最も大切なのは最初は自分から協力するというところですここを忘れないでくださいこの戦略は長期的な関係を築くことを目的としています1980年代アクセルロッドはある コンピューターシミュレーションのトーナメントを開催しました世界中の研究者が様々な戦略を提出しそれを戦わせたところしっぺ返し戦略が最も強いことが確認されましたここが重要なポイントなのでもう一度言いますこの戦略の目的は相手に勝つことではなく長期的な協力関係を築くことですですからこれを応用して初対面の人と会うときは相手の出方を見るのではなくこちらから協力したい気持ちを積極的に示しましょう自分から 相手に良好な関係を築きたいんだという気持ちが伝わる言動を心がけましょうそうすると相手も協力的な態度を取りやすくなります多くの方は疾病返し戦略の逆をしているのではないでしょうか初対面の人に対して警戒し品定めをし出方を伺い様子を見ながら自分の行動をどうするのか決めている方が多いような気がしますその戦略は 長期的なゲームに勝つのは先にこちらから協力姿勢を示せる人だからですですからさまざまな場面で使ってみてはいかがでしょうか特に自分がお客さんになるようなシチュエーションでしっぺ返し戦略を使いましょうおすすめなのがホテルです 私は出張や旅行でホテルにチェックインするとき隣でチェックインしている人の声が気になることがあるんですがほとんどの方がブスッとした表情でチェックインしていますこれはしっぺ返し戦略的には負けていますしっぺ返し戦略ではまず協力姿勢を見せるところから始めます私の場合は笑顔で一度で聞き取りやすい声で挨拶をしますこんにちは本日予約をしている望月周一郎と申します相手の出方を見る必要はありませんするとどうでしょう結構な確率でアップグレードを していただけますある研修でこのお話をしたところすぐに帝国ホテルで実践してアップグレードされたという方がいらっしゃいましたもちろん私はアップグレードをしてほしいわけではありませんホテルにも事情があるのでそこを期待していませんどちらかというと心の通った会話をしたいのです旅行に行く時はほとんどハイキングの途中でホテルに泊まることが多いのでホテルの人に「山に行かれたんですか?」と聞いてもらうだけですごく嬉しくなってしまいますビジネスにおいても同じだと思います いいお客さんとして認識されているか手厳しいお客さんとして認識されているかで長期的に見ると大きな差があると思います例えばたった一つしかないお値打ち商品が出た時その貴重な情報はどこへ行くのでしょうかそれはきっといっぱい買ってくれるお客さんよりも日頃から協力的なお客さんのところに行くのではないでしょうかなぜなら人間には感情があるので気持ちよくビジネスをしたいという欲求があるからだと思います それでではおさらいですめちゃくちゃ簡単だけどとても効果の高い人生に役立つ戦略それはしっぺ返し戦略ですしっぺ返し戦略は非常にシンプルです最も大切なのは最初は自分から協力するというところですここを忘れないでくださいこの戦略は長期的な関係を築くことを目的としています 本日は以上です。実践した人だけがたどり着ける場所があります。合言葉行きましょう。現状維持は衰退。早くやろう、たくさんやろう。人に優しく仕事に厳しく。高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。